フェニルアセチレンは炭化水素の一つでフェニル元を持つアルキン。外見はほぼ無色で粘り気のある液体である。合成中間体として有用でアセチレンガスに比べて扱いやすいため、研究ではアセチレンのアナログとしてしばしば用いられる。実験室では二周化スチレンからの周化水素の脱離反応によって合成できる。塩基としてアンモニア中で ナトリウムアミドが用いられる。また、溶融水酸化カリウムを使いベータ、ブロモスチレンから、収華水素を脱離させて得ることもできる。H リンドラーラにより、炭酸カルシウムに炭治させたパラジウム触媒により、フェニルアセチレンを部分水素化させスチレンを得る手法が報告されている。この触媒は、リンドラー触媒と呼ばれる。収華コバルトを用いて炭化産業化させると1、2、4、 トリフェニルベンゼント1、3、5、トリフェニルベンゼンを与える。また、菌触媒で水を孵化すると、アセトフェノンを与える。キャンベル、k n キャンベル、p k オーガニックシンソシス、コール、ボリューム4、P.763 ボリューム30、P.72、オンライン版ヘスラー、J.C.O. オーガニックシンソシス、コール、ボリューム1、P.438 ボリューム2、 P67、オンライン版リンドラー、HDV、R オーガニックシンソシス、コール、ボリューム5、P880、ボリューム46、P89、オンライン版。ありがとうございます。